恵子。恵子。瓦礫の下にいたんだ。母さんの自転車あったからさ、もしかしたらと思って。ちょっと失礼します。これは痛みますか？大丈夫です。誰も助けてくんねえからさ、俺一人で。ごめんなさい、心配かけて。よかったよかった。奥様、足首は動きますか？河野先生、奥さんは大きな病院に運んだ方がいい。え？クラッシュ症候群の可能性があります。なんだよそれ。筋肉が長時間圧迫され続けると細胞が壊れ、中のカリウムが大量に血液に流れ込むんだ。それが全身に回って起こる。阪神淡路大震災の時に初めて広く知られた症状です。大丈夫よ、痛みも大したことないし大丈夫。そうだよ、母さん元気じゃん。クラッシュ症候群の病態は数時間から2、3日の間に出てくるんだよ。放っておくと心停止さえ起こしかねない。お前はすぐに人工透析を受ける必要がある。あなた心配するな、透析さえ受ければ助かるんだ。救護所には私が行きます。先生は奥さんも行きましょう。先生、いや俺は行けない。なんで？いやいや、あなた一緒に来て。俺にはこの町の人たちを見る義務がある。大きな病院には重症者が大勢来てるだろう。そういう患者たちを助けられるのは新徳先生あんただ。俺が救護所に行くから、あんたがこいつを連れてってくれ。恵子、俺のことはお前が一番よく分かってるだろう。お父さん、じゃあ私も残ってお手伝いします。川崎さん、お前も医大生だろ、しっかりしろ。すまないが新藤先生、稽古を頼む。わかりました。